まもなく上に着きます。お客様にお願いをいたします。これから先終点の東京までお客様のご乗車済み次第直ちの発車となりますので、ホームには絶対に降りないようにお願いいたします。ホームに降られますと大変危険ですので、ホームには絶対に降りないようにお願いいたします。まもなく上に着きます。まもなく新山口に着きます。お客様にお知らせをいたします。今日19時52分ごろ、甲府駅構内にて人身事故が発生いたしました。19時52分ごろ、甲府駅構内にて人身事故が発生いたしました。ただいま警察の現場検証を行っております。その関係で上り列車はしばらく大道駅にて運転を見合わせます。この列車はしばらく大道駅にて運転を見合わせます。なお警察の現場検証が済み次第直ちの発車となります。お急ぎのところご迷惑をおかけいたしますが、しばらくお待ちください。まもなく運転を再開いたします。お待たせをいたしました。次は甲府に停まります。次は甲府に停まります。まもなく甲府に着きます。
ただいま大府駅を約27分遅れて発車しております。今日は本府駅で発生いたしました人身事故の影響により列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。次は徳山です。ただいまの時刻は21時21分です。今日は本府駅で発生いたしました人身事故の影響によりただいま約28分遅れで運転をしております。すでにお休みのお客様もいらっしゃいますのでこれから止まります駅到着時刻2、3のお願いをいたしまして特別な場合を除き明日の朝浜松到着前6時過ぎ頃まで放送でのご案内をお休みさせていただきます。なお名古屋でお降りのお客様放送案内はございませんのであらかじめご了承ください。次は徳山に停まります。徳山には21時4分に着きます。なおこれからご案内いたします時刻は所定の到着時刻です。下松21時12分柳内21時34分岩国22時1分広島22時35分この道23時48分福山0時4分岡山0時46分今晩は岡山までご乗車のお客様がいらっしゃいます。岡山を出ますと深夜帯運転となりまして明日の朝は名古屋から泊まります。名古屋には5時16分に着きます。浜松6時30分静岡7時26分富士8時ちょうど沼津8時16分熱海8時34分横浜9時35分終点の東京には9時58分に着きます。なおただいま28分遅れで運転をしております。列車は前から12号車、11号車の順で一番後ろが1号車です。トイレ洗面所は各車寝台番号1番寄りにあります。車内で出ましたくず物は洗面所にありますくず物入れかデッキにあります押し蓋式のくず物入れに押してください。4号車、5号車、6号車、10号車、11号車、12号車は禁煙車です。デッキでのおタバコもご遠慮ください。寝台使用中の寝タバコは火災防止のためにも固くお断りをいたします。おタバコは喫煙車両、通路の灰皿のあるところでお願いいたします。またお休みの際には背広の内ポケットなどに財布など入れないよう貴重品は必ず身につけられまして寝カーテンをよく閉めてお休みください。はやぶさ富士号今日は満席でございます。まだ空いているお席はこれからご乗車のお客様がいらっしゃいます。枕、浴衣、毛布などを使用しないようにお願いいたします。携帯電話のご利用はご面倒でもデッキでお願いいたします。受信の際にはマナーモードをご利用ください。車掌室は一番前12号車と一番後ろ1号車にあります。ご用意の際はお申し付けください。なおこれから先終点の東京まで運転の計画が決まり次第お客様にはお知らせをいたします。まだお話をされているお客様は小さな声でお願いいたします。それでは車内の明かりを少し暗くいたします。ごゆっくりお休みください。